はい、こんにちは、谷崎テトロです。今日は未来の社会について考えてみたいんですけれども、まずちょっと車のことを考えてみたいんですけど、僕は車の免許とか持ってないんですよね。多分なんかこれから自動運転車とかがね出てきて、それで免許を持っていなくても自動運転車でどっかに行けるなんていう時代が、そういったものが実装される社会っていうのに、なるかもしれませんよね。だけどもし僕が自分で自動車を持つような人生を送るんだったら、やっぱマニュアルで細かいところを改造したりもねしつつ、チューンナップして、気持ち的にはね本当に自由度の高いものがすごい好きだなって思うんですよね。例えばカメラなんかでも、一眼レフでいろいろレンズを変えながら自分なりの写真をねこう撮ってフォーカスはっていうことを突き詰めたい一方で、最近の技術で、オートフォーカスするだけじゃなくて、いいカメラを使うとねどんな人でもいい写真が撮れるっていう時代になりましたよね。音楽もそうです。僕はなんだかんだ20年以上音楽を作ってきたり、皆さんオープンリールデッキとか知ってますかね。昔はそのオープンリールデッキでビートの部分を録音して、このテープでカットしてループにしてビートをループさせるっていう時代から僕は知っているんですけれども、その後サンプラーというものが出てきて、なんかビートの一部をサンプリングして回すってことができました。そのどこのビーツをどういうようにサンプリングしていくかっていうのが音楽のセンスだったんですけれども、今や普通に PC を買ってデフォルトのアプリを立ち上げるだけで、そこにそれなりにかっこいいブレイクビーツがもう入っていて、それをこうドラッグしてペーストするだけでビートが作れるっていう時代ですよね。ウェブサイトを作るにしてもテンプレートを選んでそこに貼るだけみたいなもので、それなりにかっこいいサイトができちゃったりする。で、僕が言いたいのは何かっていうと、今社会全体が2つの方向性があると思うんです。マニュアルでどこまでも指向性があって自由度があって自分で細かくディレクションできるという方向性、それとオートフォーカスでオートマニュアルで、テンプレートで、全部がお任せでそれなりにかっこいいものができるっていう、この2つの、両極に方向性があると思うんです。僕個人はどちらかというとこのマニュアル型の生き方、サバイバルして、誰にも頼らず自分の力で、クリエイト していく、自分が作っていうことに価値を感じるっていう考え方派だったんですけど、やっぱりこのオートマティックに全てが出来上がっていくものというものがどんどん完成度が高くなって、そのモジュールを組み合わせることも結構個性だよねっていう、DJ の編集のようなものでクリエイティブが作れるっていう時代に変わってきてるっていうのはやっぱ強く感じるんですよ。社会全体の構造も実はそういうように大きく変化してきてるような気がしてるんです。20世紀までは社会というのは、民主主義とは言ってもお任せ民主義、誰かに任せて社会ができている、経済の仕組みも社会の仕組みというのも流通もメディアも、大手、と言われているところが作っていくという時代があって、それに対して最近ではプラットフォーム協同組合なんていう考え方も出てきてるんですけども、インディペンデントであるということ、それぞれの自発性というものによって社会を組み立てていくっていうようにいうような思考っていうのと、2つに分かれていたわけですね。参加型民主主義、それぞれが主体的に民主主義を作っていく、もしくはダイレクトデモクラシー、直接民主主義の社会っていうのがイメージされてきた、10年ぐらい前から始まった一つの大きな潮流だと思うんです。しかしここに来てガバメント 3.0 においては、むしろ社会の最適化というのは個人の自由意志よりも AI による最適配分の方がいいんじゃないか、今の民主主義というのはね、民主主義といえば聞こえがいいけれども、どちらかというと修具主義ですね。なんとなく面白いものとか、極端で目立つもの、アメリカのトランプ大統領もそうですし、ブレクジットの流れもそうですよね。それに対してデジタルレーニン主義のような AI による最適配分、そしてそれぞれの個人のビッグデータによる評価というのに基づく、それに基づく最適分配をしていくというような、イメージの社会ですね。果たしてこれどっちがいいんでしょうかね。僕自身このテトラノートでもエコビレッジというものを随分、取材してきました。このエコビレッジというのは基本的には自給自足の共同体ですね。世界中にたくさんあるわけです。僕たちはエネルギーを自給し食料を自給することで、
まあ、基本的に生きていくことができます。そしてそのコミュニティの中で必要なものというのは、その、コミュニティで作り出していくコミュニティ経済というものがあり、コミュニティがその地域の伝統や自然というものを取り込んだ形のコミュニティ教育を行っていくということができていれば、この一つのエコビレッジとしての共同体というのが成立していくんです。で、実際にそういう共同体というのは世界中にあるんですね。地球1個分の暮らしということに前提になって、その共同体ローカルごとにこう共同体を作っていく、まあ、そういったような知恵というものを取材して、僕は取材してきたんですけども、今大きくこの AI による最適化社会へと人類は舵を切っているように感じるわけです。まあ、考えてみると、人類の歴史というのはこの最適化の歴史でもあるんですよね。全体としての資源の量、そしてそこにいる人たちの総量というものがあって、ベーシックインカムというものを設定していく社会、場合によっては政治家というものも含めて AI へとこうバトンタッチしていくという時代が22世紀、23世紀には来るんじゃないかとも思います。おそらく人間が支配したり指導するのではなくて、資源の総量というものに基づく AI による最適配分、最適分配、まあ、エコロジカルで一人も取り残さない社会というものが、もしかしたらそういう形でできるのかもしれません。まあ、これ結構悩みどころですよね。まあ、悪く言えばこれ自己家畜化とも言えるんです。人間社会の歴史というのは自己家畜化の歴史でもあります。まあ、野生の動物が弱肉強食で食べていく、自由度はあるけれども、弱き者はこう生き残れない。農耕文明ができるまでは、そして産業革命、大量消費社会が広がるまでは、人類の歴史というのはこの飢えとの戦いだったりしたという側面もあるわけです。で、我々はもう飢えることは今なくなったけれども、一方で心の病を抱えたりとか、そして生命力自身はもしかしたら低下しているのかもしれません。まあ、野生動物ではなく家畜化された人類というのは、口を開ければそこに食べ物がやってくる社会、最終的にこの AI による最適配分によったベーシックインカム社会というのは、悪い言い方をすれば究極の自己家畜化社会でもあるんですね。家畜化された動物というのは、目の前に出されている食べ物にがっつくという社会になりますよね。そしてその範囲の中で、まあ、他の動物に襲われることはないですけれども、狭いゲージの中で自由度は奪われて、そしてそこには病気が蔓延する、体力は低下していて、その病気との戦いみたいなものが家畜の一番の大敵だったりしますね。今の社会そのものが もしかしたらそういうようになっているような気もするんです。そして最終的に家畜というのは、まあ、屠殺され食肉になっていくわけですよね。まあ、絶えず絶えず誰かが犠牲になっているという社会、これがまさに自己家畜化。かくいう僕も大量消費社会の自己家畜化社会の中で生まれたわけです。まあ、一人で自給自足サバイバルの生活ってなかなか難しいなとも思ってるんですね。まあ、最良のテンプレートができて、そのテンプレートに従って編集されていく社会っていうのができれば素晴らしいなと思うんですけれども、その中でいかに自分の野性っていうもの、自由を求める気持ちというものを保ち続けるかってことはすごく大切かなと思ったりします。ということで、今日の動画はこんな感じで終わろうと思うんですけど、皆さんはマニュアルの社会とオートマティックの社会、どちらの方を選びますか？谷崎哲也でした。また次の動画でお会いしましょう。